ミニッツメンはエルダー・リオンズが仕切っていた頃の TOS を思い起こす。ハイアラークたちが。ようやく会えたわね。ずっと話がしたかった。アポを取ってもらわないと。口が達者だね、ロニー・ショー。連邦のミニツメンさ。少なくとも以前はそうだった。ジョー・ベッカーが自殺してアホどもが仕切り出す前の話だけど。ミニツメンだったのか。戦うのはババアには無理って言いたいの？あんたのケツを蹴っ飛ばして証明しようか。本当にミニッツメンか？プレストンから何も聞いてないが。ガービー？クインシーの虐殺後、ポリスの部隊を引き継いだ人だね。まともなメンバーの一人って聞いてるよ。しばらく消えてたから、彼が私のことを知ってたとしてもまさか戻ってくるとは思ってなかったんだね。自分でも驚いてるよ。要件を早く言ってくれないかな。ミニッツメンを復活させようとしている人がいるって聞いて、その顔を見たくなったんだ。新しい将軍をね。あんたは何がしたいの？ミニッツメンの復活を人々が望んでるとでも？少なくとも人助けはしているつもりだ。同じことを言えるか？こっちはあんたが生まれる前からミニッツメンだったんだ。でかい口を叩くんじゃねえ。でもあんたのことでちょっといい噂を聞いてね。そうじゃなければここには来てないよ。ここに来て分かった。私の助けが必要なんだ。少しは役に立ちそうだな。確かにそうだね。でももっと具体的な目的があってここに来たんだ。キャッスルの西の砦に武器庫があったんだよ。このことを知ってるのは多分もう私だけだね。当時使っていた最高の軍需品がそこに眠っている。武器、弾薬、設計図、何でもある。素晴らしい仕事をしてくれた。案内するよ。砦にかつての栄光を取り戻してくれるとは。よし、どうやら無事みたいだね。ドアは封鎖されてるし、砦は崩れてない。問題はどうやって入るか。言うはやすしだ。大丈夫、任せな。通るのが無理なら回ればいい。北東の砦に行こう。今何かを受信した。ロボットから。グレーガーデン近くにいる者は何の支援が必要か見に行ってくれ。準備完了だ。え？その武器を取ってこい。ここは将軍の部屋なんだ。ここから武器庫に通じるトンネルがあったんだ。それを取れ。おや、分かった。もうすでに除去したみたいだね。それを取れ。了解した。道がきっとある。足元に気をつけて。セントリーボット、識別名サージを起動中。まあ大丈夫。
カーズがまだ止めないと無駄打ちはしない。敵を消滅した。気をつけな。ずっと守ってくれてたの。ちょっと待って、このパスワードは知ってたはず。陸路なら一つ。いや違うね。連邦のために。昔のことだから。団結すれば立ち。よし、こいつだな。地雷があるわけが分かったね。これはかつてのマクガン将軍だ。私が入隊した時に将軍を務めていた人だよ。海から来たあの化け物がキャッスルを襲った時にここに閉じ込められたんだね。だが武器庫を最後まで守り抜いてくれたみたいだ。お疲れ様。よかったら服をもらうといい。このじいさんにはもう必要ないからね。安らかに。戦いは終わり、ミニツメンは生き続ける。続けろ。今日は何か面白いことはあるか？おい。いいよ。そのライフル銃を取れ。分かった。あっちの銃を取ってこい。問題ない。その武器を取ってこい。了解した。それを取れ。任せろ。いいね、武器庫は無傷。ここはお祭り状態だね。解放の設計図を見つけたのかな。苦労した甲斐があったのかな。敵の頭の上に砲撃の雨を降らせる様を想像しなさい。苦労の甲斐があったことがきっとわかるよ。必要なものは全部手に入れたみたいだね。大砲を設置したらすぐ狙いを調整しよう。お聞きの曲はラジオフリーダムです。ちょっといいかな。ああ、ここに大砲が復活するのは喜ばしいね。大砲について教えてやる。
近距離攻撃は全くできないが、遠距離では絶大な力を発揮する。そのために必要なのがスモークグレネードさ。悪い奴らにグレネードを投げつけるんだ。大砲の射程内なら無線で確認して煙のあるところに狙いを定める。でもまずは狙いを定めるためにテストをしようか。あそこにある小さな建物が見えるかい？あれを狙うんだ。無線はラジオフリーダムに合わせたままで。準備ができたら知らせて。こちらラジオフリーダム、連邦全域に向けて終日放送中。将軍、さすがだな。おかげでミニッツメンも形勢逆転だ。ミニッツメンが砲撃を使える日がまた来るとは思っても見なかった。居住地全部に設置して砲撃でカバーできる範囲を広げよう。そしてロニー・ショーが戻ってきた。彼女は大した弾だろう。彼女は本当に面倒くさい。まあそんなところだな。年寄り連中から彼女の話をいろいろと聞いたが、まさかまだ健在だとは知らなかった。彼女がまたミニッツメンに。それはつまり俺たちのやってることが正しいということだ。救助を求める居住地があればまた知らせよう。ひとまず困ってる人がいたら手を差し伸べてほしい。それこそが俺たちの大義だ。